タイカ・ワイティティは、ニュージーランドの映画監督、脚本家、俳優、コメディアン。2004年の映画、トゥー・カーズ・ワン・ナイトは、第77回アカデミー賞短編映画賞にノミネートされた。ワイティティは、2010年の、ボーイで、ニュージーランド映画史上最高の興行収入を上げ、2016年の、ハント・フォー・ザ・ワイルダー・ピープルでさらにこの記録を更新した。 2014年にはコメディホラー映画シェアハウスウィズヴァンパイアをジェマイン・クレメントと共同監督し、好評を得たほか、自身の認知度を大きく上げた。また2017年にはマーベル・シネマティック・ユニバースの一作マイティ・ソー・バトル・ロイヤルを監督し、好評を得た。ワイティティはニュージーランド・北島のイースト・コースト地域にあるラウコ・コレ地区で生まれ、ウェリントンで育った後、 オンズローカレッジに進学して中等教育を受けた。父はデファーナイコールアーイコールアッパヌイのマオリの農民で、また母は教師でロシア系ユダヤ人とアイルランド人の末裔である。本人は自分のことをポリネシア系ユダヤ人としている。ワイティティは父方の名字だが自身の映画や脚本で母の名字である公演を使用していたことがある。 5歳の時両親が離婚し、母はシングルマザーとなって、ワイティティを育てた。ビクトリア大学ウェリントンの演劇学生だった頃、ワイティティは、ブレッド・マッケンジーやジェマイン・クレメントと共に5人、組アンサンブルのコメディ劇団、ソーユー・アーマンの一員として活動し、ニュージーランドやオーストラリアでツアーを行って、成功を得た。またジェマイン・クレメントとコメディデュオ、ザ・ユーモア・ビンスツを結成し、 ニュージーランド喜劇の最高峰であるビリー・ティー賞を1999年に獲得した。ワイ・ティティは俳優としても活動しており、ダニーデンを舞台にした低予算映画スカーフィーズでは地元の映画賞を獲得した。また2001年のロードムービースネークスキニやテレビ番組ザ・ストリップにも早くで出演している。2011年のスーパーヒーロー映画 グリーンランタンではトーマス・カルマクを演じたほか自身の映画ボーイとシェアハウス・ウィズ・ヴァンパイアでは主役級を演じた2017年の監督作スーパーヒーロー映画マイティ・ソー・バトル・ロイヤルではモーションキャプチャーで工具の演技を担当した様々なものに芸術的興味を示した中でワ y ティはニュージーランドで毎年開かれている映画祭 48アワーズ用の短編喜劇映画を制作するようになった。2005年には自身の短編映画、トゥーカーズ、ワンナイトで第77回アカデミー賞、短編映画賞にノミネートされた。受賞式ではノミネート作品読み上げ時にネタふりをして会場を沸かせたことで有名になった。YT はこの1件についてノミニー全員でネタふりをしていれば、 面白いだろうと示し合わせていたのに、結局実行したのは自分だけだったと語っている。最初の長編映画となった風変わりなロマンティックコメディ映画イーグル vs シャークはアメリカ合衆国で2007年に限定公開された。リリー役は当時のパートナーだったローレン・ホースリーが演じている。同じ年にはジェマイン・クレメントらが出演したテレビ番組フライト・オブ・ザ・コンコールズで 脚本、監督を務めた。2本目の長編映画、ボーイは2010年1月にサンダンス映画祭でプレミア上映を迎えたが、同時に映画祭のグランプリ部門にもノミネートされた。ワイティティは監督だけでなく、家族の元へ帰る前科者の父親役も演じた。ニュージーランドでの風切り後、作品には熱狂的な批評がいくつも寄せられ、 国内最高の興行収入を上げるなど、いくつもの記録を打ち立てた。この作品の成功後、YTT は、作中で重要な意味を持った曲、ポイエが、国内チャートで1位に返り咲くのではないかと述べ、新たなミュージックビデオも制作した。曲は、チャート3位まで上昇したほか、iTunes のランキングでは1位を獲得した。2015年、サンダンス映画祭にて2011年には、 ニュージーランドのテレビ番組、スーパーシティで監督を務めたが、主役のマデレーンサミは、作中で一つの街に住む5人の人物を演じ分けた。ワイティティは2016年のディズニー映画、モアナと伝説の海の初期校を執筆していたが、その内容は、ジェンダーや家族に焦点を当てたものだった。これらの要素は、実際の最終校では無視された。 初期公離脱後の2013年には、友人のコメディアン、ジェマイン・クレメントと共同監督、脚本で、吸血鬼が登場するコメディもキュメンタリー映画、シェアハウス・ウィズ・バンパイアを制作した。作品は2014年1月に、サンダンス映画祭でプレミアを迎えた。ワイティティとクレメントは、現代のウェリントンに住む、吸血鬼の役も演じた。ワイティにとって4作目となる、長編映画、 ハント・フォー・ザ・ワイルダー・ピープルも2016年の三段ンンス映画祭でプレミアを迎えた。作品はニュージーランドで公開されると、ワイ・チティがボーイで打ち立てていた公開初週末の興行収入記録を塗り替えた。この作品はニュージーランドの作家バリー・クランプの小説をもとに、少年とサムニール演じる気難しい男が森の中で交流を深める様を主軸に置いている。 2017年にはニュージーランダー・オブ・ザ・イヤーを受賞したが仕事のため受賞式に出席することはできなかった。ワイティティにとって初のハリウッド映画となったマーベル・スタジオのマイティ・ソー・バトル・ロイヤルは2017年10月に公開された。予算200万ドル前後の比較的小規模な映画を手掛けてきた監督が 予算1億8000万ドルのハリウッド大作の監督に抜擢されたことでも話題となった。ワイティティはこの作品より前にクリス・ヘムズワース・演じるソーがオーストラリアでルームメイトのダリル・ジェイコブソンと暮らす短編、モキュメンタリー映画チーム・ソーを撮影していた。2019年にはクリスティン・ルーネンズのケイジング・スカイズを原作とした長編映画ジョジョ・ラビットの監督を務め、 役者としても、アドルフ・ヒトラーに奮して出演した。作品は、トロント国際映画祭観客賞受賞、第77回ゴールデングローブ賞、映画部門作品賞ノミネートなど高く評価され、アカデミー脚色賞を受賞した。ワイティティは、マーク・グスタフソンと共に、マイケル・ジャクソンの人生を、ペットのチンパンジー・バブルスの視点から描いた、ストップモーションアニメーション映画バブルズを、 監督すると報じられている。また1988年の映画、アキラの実写化に取り組む予定であること、加えて、シェアハウス・ウィズ・バンパイアの続編ウェア・ウルフズの共同脚本を準備していることもわかっている。2012年5月に、妻チェルシー・ウィン・スタンリーとの間に長女が誕生した。また2015年8月には、次女が誕生している。チェルシーとは2018年に離婚した。 2017年ニュージーランド総選挙にあたり、ワイティティは、ジャシン・ダアーダーンと、ニュージーランド労働党を支持することを発表した。ワイティティは多作なコマーシャル監督でもある。ニュージーランド航空の機内安全ビデオザ、モーストエピック、セーフティービデオエバーメイドには、ピーター・ジャクソンや、イライ・ジャウッドが出演し、ロード・オブ・ザ・リングシリーズの物語を旅する設定で、撮影された。 この作品は YouTube で1900万回以上も再生されている。またテスコの CM、防具ではスーパーで買い物をするコミカルなトール風の人物を登場させているが、ワイ t ティはその後、マーベルスタジオのマイティソーバートルロイヤルを監督している。ありがとうございます。